はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。毎度毎度のノイジーズ。時流に私たちは背を向けてですね、大好きな映画、ヒルコ妖怪ハンターについて今日は楽しく語っていきたいと思います。よろしくお願いします。1991年公開でございます。諸星大二郎さんのですね、妖怪ハンターシリーズの一本を塚本晋也監督が、映画化したものでございます。塚本監督はね、鉄オとか、いろいろと、のびとかね、近年では。あと、時代劇ものも最近撮ったのかな？ちょっとこれも何年か前だと思うけど。今はね、もう塚本監督は本当に自分のやりたいことを皆さんの力借りて撮ってるっていう感じの、商業自主映画監督みたいな、非常になんか珍しいポジションで今、やられてます。あと、俳優さんね、今。元木さんが主演の江戸川乱歩のソーセージでしたっけ？あれとメジャーっていうか、普通の映画会社で何本か撮ろうとしていた時期があって、そのうちの1本、ヒルコ妖怪ハンター。ちょっと一抹の不安があったんだけど、久しぶりに見たら、ちょっとアビスを見たくなるぐらい面白くなったの、本当のこれね。最後だけでしょ？最後だけでしょ？だからそれ。最後のところの、ええーっていうのもちょっと、それは置いといて、いや、これはね、いわゆるなんか、何でもいいですよ。トカゲでも何でもいいんだけど、東宝が作ったものもあるかも、あっち怪獣の方に部類になってくるけど、レギオンとかあそこら辺にもちょっと変わるけど、そういった怪獣とか、そういうものを除いて、日常モンスター映画としては、これ、正直言ってナンバーワンだし、他にない感じがするよね、これね。僕は塚本監督の中でこれがナンバーワンで俺す。も今となって一番好きだね、これを見て。みんな鉄オとかって言うけど、いやいやいやですよ。やっぱり言ったところで全部の作品癖あるじゃないですか。で、好き嫌いって絶対あれ分かれるでしょ。だけど、これに関しては、俺は、そのほら、もちろんね、このジャンルが嫌いな人はもう多分ダメだと思うけど、ただ、普通におっかな映画見たいみたいなとか、あとモンスターパニックものちょっと、モンスター、っていうかモンスターパニックものちょっと見たいとかっていう人が見るのも普通だし、塚本監督が好きなって言ってても、これが一番見やすいし面白いと思う。普通に面白いって言うんですか？ちょっとね、時代があるけど、ロドリゲスっぽい感じもちょっと、自分が持っているものをちょっと殺して、見やすいエンタメ映画を撮ってる感じ。俺はロドリゲスの中で言うと、パラサイトの時期、無理やりだけど、位置づけにすると。最近はね、私多分本当に非常にやっぱ年を経て、楽しいものを作ろうっていうプロフェッショナルに彼の方はなってきてるけど、いや、このままね、もうちょっと何本かこういう分かりやすいエンタメものをね、撮ってほしかったって感じはね。ただ多分、もしかしたら大手の会社さんともうやるのが多分俺はつらなかったのかなって、そっちの方の感じがするけどね。こういうモンスターものっていうと、本当にヒルコ、怪獣ものを除くと、本当に俺、クマが出てくるリメインズぐらいなんだよね、俺なんか、日本で。あと、デンデラも出てくるけど、ちょっとあれは、モンスターものってもちょっとね、とんでも展開系のやつだから、本当にこうやって見て、こんなに分かりやすく、こういうちょっと非日常的なものが、しかも、種を植え付けてどんどん仲間を増やしていくっていう、非常にアメリカンな感じ、この当時の、もうさっきのパラサイトもそうだし、向こうだったらよくこういうエイリアンが出てきてっていうのはよくあるんだけど、そこ本当によくこなれてるなっていう、もうあと、久しぶり見て、こんなに金田一耕助感で作ったのかって、改めてね、本当に次回ご覧くもって。影の思いっきり影のをやってるしよ、だって歩いてくるとこ。いや、そうか、そういう、そうだ、好き。いや、好き。俺は絶対あれやれって言われてやったんじゃないですか。切り株もちゃんと出てきますからね。だから、本当に何で、角川映画みたいにあんな感じで多いのかなと思ったら、角川映画っていうよりは、金田一耕助の方から、この首の切り株が多かったんだ、みたいなね。だから言ってみりゃもう市川崑さんがやったやつをそのままスライドしただけなんですよ。ひどいことが起きるんだけど、キンチョールとのジュリーの声とか。どう考えてもこれジュリーでシリーズにしようとした気配完全にありますよね、これ。してだっほてしね、かっ多た分ね、これはね。原作は他にもあるからね。この
トランク持ってこの登場の仕方で問題を解決して去っていく感じは完全にあの市川崑監督の金田一耕助シリーズの俺をそのままとぼけた感じで強くないっていうところも含めてね。で、怖い話があるんだけど、ちょっとその間の抜けたところからほっとする。あと、金田一耕助シリーズだったら、そういう猟奇的な殺人ゲームを見て、ギャーっていうのを、ジュリーがずっと、ギャー、ギャーって言って、美声で緊張力をかけ、シャー、シャーってやりながら。もうだって、言ってみりゃもう後半、このジュリーとこの工藤くんの顔芸ですからね、ほぼね。あ、ほぼ違顔う芸でよ。すからあと、ね。そこにね、さらにあれですからね、竹中さんの顔芸が加わるから、なんかね、生きてた いや、だぞーとか言って、なんから、か言っていいですか？竹中さん、造形物と竹中さん本人やってるのあんまり変わんないっていうのがすごいですよね、本当ね。いや、すごいよ。ヒルコっていうね、太古からこうやって、ちょっと多分人の生活を脅かす生き物が太古に封印されて、それがたまたまね、竹中直人がやってる先生かな、あるわね、普通の。まあ、それがもうちょっと封印を解いてしまってっていうところから、それがもう太古の魔物が出てきてっていうところで、いや、もうとにかく幽星からの物体 X だったりとか、トレマーズだったりとか、あと、マイケル・マンのザ・キープも血が入ってるよね。こうなんか、そうっすなんかこうね。いう呪術的な意味って、これはもう多分、キープかっていうよりは、そういう題材描くと当然そうなってくるんだけど、最後がちょっと向こうの地映画と違って、ちょっとなんかしっとりとした感じなんで、向こうだったらね、プロパンガスかなんかあって、ドカーンって間一髪脱出して終わるみたいなところが、ちょっとなんか、犠牲になった人たちも、みたいな、魂もちょっと救われるのか、みたいなところもあるんだけど、まあ、そこは好みなんだけど、本当にもう十何年ぶりに見たんだけど、塚本監督、いや、よく頑張って作ったなっていう、この楽しい映画。俺はですよ、これ当時見た時に、年代的にあれ、もうゼイラムと被ってたんですよ。これ絵面も似てる部分結構あるじゃないですか、これってヒルコと。なんか雨宮監督と、だから雨宮監督はね、そのまま仮面ライダーとかそっち行きましたけど、なんで塚本監督そっち行かなかったかなっていうのはちょっとね、あ、やっぱそういうのに戻るのねっていうのはありましたよ、当時ね。なんかこのヒルコっぽいのもっとやってくんねえかなっていうのはちょっとありましたけど、本当はもっといっぱいやりたいこといっぱいあったんでしょ？お金あったらもうちょっとなんかまあね。ね、いたやいだ、や、それあは。となんだっけ、一番やりたかったのが、でもあれなんでしょ？トイレの便器かなんかにあの女の子の顔が浮かび上がって、それで工藤くんがびっくりするみたいなシーン、やりたかったんだけど、ダメって言われたんでしょ？だからなんか 3人ぐらいの男の子ができて、まあ、そのうちが1人がね、工藤由紀さんの弟さんだよね、これね。そうっす工藤ね、正そうっ人すね。ね。まあ、本当に、もう彼らのところも本当に、その犠牲になってしまった美しい女の子をちょっと、まあもう実はもう植え付けられた後なんだけど、なんかもう説明も本当にいい感じだよね。別にすごくあの子のことみんなが好きだっていうのは、別にちょっとこれだけ映しときゃ伝わるだろうぐらいのところから、しかも一日の夜の間にの事件だからね、これそうっね。すね。今やると、あそこをくどくど、いや、絶対多分やると思うんですよ。言わなくてもわかるじゃんってとこだけで抑えてるのと、友達の二人は多分子役からやってることよく見た子たちだから、やっぱこなれてる感じありますけど、やっぱその工藤くんとヒロインの女の子に関してはもう本当にその素が出てる感じが非常に良かったですよ。工藤君がね、そのヒルコが何か悪さをするたびに、体にね、デビルマンの人面みたいに被害者の顔がジャーって。いやー、あそこの強引に、この子は特別な子なんだってのがすぐ分かる。なこれが、っていう人もすごいいると思うんだけど、いや、分かりやすいわ。あと、本当にヒロインの子が、自分の体が変異した時のメイク映えをする感じが、ああ、いや、よ綺麗くな、選ん怖で。い顔が、普通の顔はもちろん美人さんですけど、あれになった時のあの顔が綺そ麗って、う。しか綺麗でも、妖艶に見えるっていうのがすごいですよね、あの子ね、ほんとね。ちょっとこのね、目の目尻が上がった感じのメイクするだけでもう怖い。でも本当に何か取り憑かれてる顔になるし、クリーチャーもこうやって、まあ、エイリアンとかもちろんその時、向こうのものをもちろん踏襲して、これ塚本監督が脚本書いたと思うんだけど、なかなかあれだよね。まあ、レギオンとかそういうのはあるけど、ちょっとさっき言ったモンスターパニックモンとしては、
生き物としての生態もかなりこれしっかり作ってあるよね。ね、そうっすね、そうっすね。緊張裏やって、なんかもちろん有生からの物体 X みたいなことね、まあやられると首だけになって足が生えてシャカシャカシャカ移動するんだけど、まあそこのところもやりつつ、緊急事態になると丸まって転がって逃げるとか、あとかと飛ぶとかね、飛ぶ羽と生かえてね、飛ぶとかね。なんだろう、もちろんね今見るとまあ作り物善とはしてるんだけまあど、まあまあ、それはね。いやだけど頼いや本当にこういうのもう全然見たことないから、これ以降こういう感じでこだわってるものがいて、微笑そうっすましいっね、ていうそうっかす楽ね。しかったよね。こういうのを日本でやってくれたんだって、昔ね。だこれが気持ち悪いの前に面白いが勝つから、こういうのって。そうだから、ね。そこはすごい塩梅の差だと思うんですよね。俺、もう、だ今のやつ嫌いみたいな、あんまりいいって顔しないのが、気持ち悪い勝っちゃってるんですよ、面白いの前に。だいたいどんなやつ、この手のジャンルのものってね。それじゃただ気持ち悪いだけじゃんっていうのは、やっぱ、ね、強すぎるとね、やっぱ僕は特にね、気持ち悪いの見てるわけじゃねえから、別に。面白いのが見たいから。なんかね、そこのバランスが非常にやっぱいいですよ ね、いこや、れ、ヒヒルルコはコは特よかんに。と、あともう魔界転生の回でも言ったけど、もう本当にジュリーの声はいい。いやー、なんでしょうね。なんいつや、うんですか、本当に昔は分かんなかったけど、いやー本当にいい声を出すっていうのは、やっぱ俳優さんとしてやっぱ必須条件だよね、本当ね。演技の説得力じゃなくて、本当声の説得力ですよね、本当ね。特にね、この頃のジュリーなんか特にですけど。多分日本映画で緊張るのタイアップ映画としてはこれ最高峰だよ、これね。あれ、タイアップ取れたんで すいかや、ね、撮でっても。るでしょ、これ間どう違いやっなてく。取ってんすかこね、れ取ってん CM すあっかたんじゃね。ないかな、これジュリーで多分。ジュね。リー、あ、そっか。そっか、そっ多か、分、そっもう調か、べてないけど、多そっ分あったか、と思うんだけど、なんとそっなく。か。最初のね、安アパートのところでゴキブリって、へえへえへえっていうところからさ、もう前振りばっちりですからね、だってで、ヒね。ルコにね、こうやってシャーって何もなくなったから、とりあえずあるから緊張ピシャーってやると、ギャーって逃げるから、聞いた緊張るとか言って、なんかの。だから、あれを常備で常に持ち歩いて持るっちて歩いて説る。明はもうあのゴキブリのシーンで、あ、この人はもう虫が嫌いだからいつも持そうっだてんね。だっていうのがね。いやね、だから。まあ、外でフィールドワークが多いから多分やってるっていうこともあるんだろうけど、いや、本当にそれが終始一貫してるからさ、緊張るでとりあえず何でも立ち向かうっていう、ダクトテープと同じで困ったら緊張るみたいな感じでずっとやり続けるっていうのがね。何やってもダメなやつに唯一聞くのが緊張るだったっていうところも、まあ、ほらほら、そのわわか、その緊張と緩和じゃないですか、本当に。俺これ原作全然知らないんで、多分原作こんなんじゃないでしょ？い緊や、張る違でうなんかよ。やっつけないでしょ？多分ですけど。申し訳ないです。原作ファンの方聞いてられたらごめんなさい。もうロボさんね、絵がダメなんですよ、本当とにかいくやー、俺。まあね、やっぱそういうジャンルだからあれだけど、読み終わったとやっぱ、すごい不安になるからね、本当に。ああ、なるほどね。なるほどね。もう子供の頃からあの絵見ると、ねえ、ちょっとなんか、ってなっちゃう自なる分がいなましたる。から。まあ多分一番反発したのは原作ファンだと思うよね、これね。まあね、まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。いや、だけどこれはもうそういう目線の人には申し訳ないけど、もう本当にもうモンスター、クリーチャーものとしては、いや、これは唯一無二でしょう。なんかこんな感じで分かりやすく面白く最後までだっ見れて、るっていうのは。本当に結局、このジャンルが結構、ほら、まあ、さっきゼーラムって出しましたけど、あったのに続かなかったじゃないですか、本当後々ね、日本映画で。こういうのやっても良さそうなのにやらなかった。まあ、それ探せばあるよって言われたらそれまでだけど、でも、面白いのありました？これ以降とかっていそうこだよね。話になると、だ例えばね、これがクリチャーじゃなくて、ほら、口裂け女だったり、まあ、今ね、白石浩二監督の映画、怖すぎみたいな映画もありますから、あれがあるじゃんって言われるとそれまでかもしれないけど、でも、結局この造形物のクリチャーが出てきて怖いで面白いっていうのは、やっぱちょっと、もうちょっと、いっぱいいらっしゃるったじゃないですか、やりたがってた人そうただちね。が。今、これがこういうノリが好きじゃないっていう人も当然今結構増えてきてると思うんだけど、俺が一番好きな頃合いの向こうの映画の感じだと思うんだよね。すごい楽80しい。年代の中盤、
から後半にかけて、もうビデオで散々見まくってたあのノリなんですよね。だからあのノリがやっと日本に来たみたいな感じだったのは。さ、公開当時も多分なんか思い出したよね。あ、楽しかったなっていう、あの当時ね。うん、うん、うん。それをやっぱ日本風にちゃんとアレンジで消化してくれるっていうのはね。そう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 。日本の風景の中でもあれが成立するよって言ってね。あの、夏の風景でしょ？うん。工藤くんでしょ？うん。工藤くん僕同い年なんですよね。うん。今年50歳ですよ、うん。自動車学校、八王子自動車学校で一緒でしたから、隣座ってましたから。ね、本当に隣座ってま隣ましたよ。だから、あの、学科の、ほら、勉強の時何回か一緒になりましたよ。緊張力出したから、なんか。シュシュさないですよ。おいで、キャー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 、女の子たちが言ってましたよ。クソ、クソ、クソガキだとかってこっちは思ってましたけど。俺よりもね、あの、教官の女の先生がやたらね、香水がきつかったのは覚えてますよね。なんだよ。あ、それ、相手選ぶか、この人は、と思って。いや、もうそういう、それがなぜそうなったかは、もうそれは深く、詮索するのやめましょう。やっぱ、工藤くんが思っている、このなんか陽気な感じカラッとしてる、うんうん、あれがなんか全くインサンさを全てなんか拭い去ってくれるんだよね、うん、あでほんと彼もう当時僕嫌いでしたよこの人ほんと隣にいて、うんうん、くっそーとかって思ってましたけど今見たらやっぱほら子供じゃないですか言ってみたらですけど、ね、僕の子供でもおかしくない年なわけじゃないですか、うん、画面の中はね、うん、いやー日に焼けて真っ赤な顔してたどたどしいけど一生懸命やってんなこなんで当時俺大嫌いだったんだろうこいつとかって思う。だから本当ね僕らの7日間戦争とねこの映画の、うん、が唯一ダメだったのはこの人が出てたからあんまり好きじゃなかったんですけど。それが今見たらそう毒気が抜けて楽しく見れたのね。うん、そう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 。年上の人が作るからさもちろん監督してる人。そうですね。そうですね。彼らから見るとやっぱ彼のなんか持っている感じがやっぱ好ましかったんだろうね。うんうんうん、あと演技がっていうよりやっぱこの頃の工藤くんはやっぱそこの雰囲気がいいよね。そうね。本当に本当に。そのこの年齢でしか出せないものがありますからね、本当にね。うんうん、ね、そこにやっぱ室田秀夫さんってね、あの、なんか宝蔵院みたいな人がまた出てくるんで、なんか。かっこよかった。ちょっとっかっ、ね、しょんべんしてくれって。しょんべんしてくれっつって、パーン！もう分かってるんだけど、で、この辺で。書いて、あ、もうダメだ俺もう生えてきてるわ、とか言って。いや、やっぱり種を産みつけるっていうのはいいよね。この怖いところ。いやらしい、このクリーチャーは。本当に。あの、大抵種植えつけますからね、ああいう悪いやつね。首から、あの口から中出てね、ギュッてやるやつ。そうそうそう。いや、こう本当に。なんかあれだよね、雰囲気的にスリザーの匂いもするよね、これね。なんかまあね、そうですね、そうですね。だスピーシーズとかも、だから全部入ってるんですよね。まあね、まあ、ね、スピーシーズもっと後ですけど、あ、まあ、スリザーもスピーシーズも後ですけど。だって、エイリアンの派生でもあるし、まあさっきからブッダ X もそうですけど、だけど派生だけど、マネじゃんっていうふうには全く見えないところがすごいですよね、そこはね。じゃあちゃんとその、そう、金田一耕助っぽいところにやっぱ馴染むように、まあもちろんね、もともとあの土着っていうか、その古代のものをね、探してくれましたから、うん、そこがあると思って、うん、そこは本当に全部トーンがちゃんと統一されてる感じはするよね。そうですね。うん。だからそこはやっぱ原作の諸星先生のイメージが確実にあるから、そこは多分あれなんでしょうけど、うん、やっぱでも、この映画に関して言えば本当、やっぱ塚本さんはすごいね、とかって思いましたよ。え？普通の映画撮れるじゃんとかって思いましたもん。だって当時ですよ。子供ながら。鉄はね、もう多分若いからこそできたフラストレーションがね、うん、ああいう映像を撮らせたんですよ。グレン・ラガンの股間ドリルって鉄夫でしょ？だってどう考えたって。もうみんなね、ドリルに魅了されるんですよ。5.5 だったりとか、ゲッターローだったりとかね。ジェットモグラの頃からずっとでしょ？今見ても、結構体が面白くてカッと熱くなるようなエネルギーは ね非常に感じられる作品だと思うんで、うん、まあこれはちょっとある程度自信を持って、うん、見てない人は見てくださいってなんかおすすめできる作品だと思いますんでね、うん、はい、あれね、やっぱシャープになる前の竹中さんの顔芸がやっぱ炸裂ですよね。本当そう、特殊メイクいらないぐらい顔がって動くんで、なんかね、うん、だってあれ顔塗ってるだけでしょ、青く。ちょっと青く塗ってるだけでしょ。もうだけど、もうすでにあれがすでになんか誰かがなんか油圧で操作してる感じの顔になってるから。
本当ね、竹中さんだけ区別がつかないんですよね、造形物と。あの、顔塗って演技してるのとね、あんまりね。これ本物かなみたいな感じがね。まあそれは言い過ぎですけど、まあ本当にあの竹中さんの得意分野がよくうまく発揮されてるよね。そうです、本当に本当に陶芸がね、本当に、はい、はい、はい、ということでね、今日はね、あの91年の映画のね、ヒルコ妖怪ハンターを2人で語ってみました。はい、まあ、こんな感じで、全く何も考えずにちょっと面白いなと思った作品をね、どんどん紹介しているチャンネルですので、そんなに冷たくしないで、ぜひね、動画の高評価とチャンネル登録ないとぞよろしくお願いします。ということで、また次回何かの映画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ヒルコにもこういうのあったよ、ありましたよね、これね。